平成19年から行われた激甚災害対策特別緊急事業の工事記録をまとめました。川内川の本線の水位を下げ、平成18年と同程度の洪水が来ても氾濫しないように土地利用に応じた治水方式、築堤、和住堤、分水路などを各地区で検討し、早期効果を上げる対策を実施しました。平成18年の出水で薩摩川内市では床上浸水91個、床下浸水39個、浸水面積832ヘクタールの被害が発生しました。五社下地区では築堤、特殊堤のほか、全国的にも珍しい大規模な陸港を設置しました。これは増水時に陸港を閉鎖させることにより住宅地周囲への浸水を防ぐものです。九十地区では和住堤と碑文の新設を行いました。この和住堤とは堤防で集落を囲むことで住家を守り、田畑については氾濫を許容するタイプのもので、鹿児島県では初めての施工になります。平成18年の出水で、薩摩町では床上浸水850個、床下浸水89個、浸水面積302ヘクタールの被害が発生しました。荒瀬地区では家屋のかさ上げを行いました。家屋のかさ上げとは、家屋の敷地を高くして浸水被害を防ぐものです。トライ地区や川原地区などでは四五目分水路と河道掘削、築堤護岸の工事を行いました。分水路や川岸の護岸については川づくり検討会などで決定した石積み護岸とし、良好な河川景観となりました。また四五目分水路の工事を行う場所は、かつて渡来城という城があった場所であり、大規模な埋蔵文化財の発掘調査も実施されました。土工といったものが集中して出てるのは、この真ん中付近から。今回の激突事業の中でも大規模な工事となったのが四五目分水路です。四五目分水路の工事では、平成21、22年度の2カ年でおよそ70万立方メートルの大規模掘削を行い、景観に配慮した分水路を作りました。平成18年の出水で、旧大口市では床上浸水116個、床下浸水24個、浸水面積およそ665ヘクタールの被害が発生しました。曽木の滝分水路の実施にあたっては、曽木の滝分水路景観検討会などで決定した景観を目指し、施工を行いました。なお、計画から施工時まで熊本大学などとの連携により、細部にわたって景観に配慮した現場となるよう工夫を行うとともに、施工時においては石積みの専門家による現地指導を仰ぎながら、施工者も一体となって自然が作り出したかのような景観となるように、岩の掘削や石積みなどの工事を行い、掘削量はおよそ25万立方メートルにも及びました。曽木地区や葉月川沿線では、
可動掘削、築堤、樋管の新設の工事を行いました。平成18年の出水で旧菱刈町では床上浸水109戸、床下浸水38戸、浸水面積およそ318ヘクタールの被害が発生しました。菱刈地区ではおよそ30万立方メートルの可動掘削の工事により水位の低減を図りました。平成18年の出水で、湧水町域では床上浸水446戸、床下浸水123戸、浸水面積450ヘクタールの被害が発生しました。被害は仙台川からの排水の影響により、支川桶織川からの溢水氾濫が大きな原因でした。そこで洪水時の仙台川の水位を下げるため、長山地区においておよそ40万立方メートルの大規模な可動掘削を行いました。平成18年の出水で海老野市では床上浸水229戸、床下浸水179戸、浸水面積210ヘクタールの被害が発生しました。向井地区では仙台川本線からの逆流防止のため水門の新設、築堤などを実施し、氾濫被害の解消を図りました。鹿児島県北部豪雨災害から5年の歳月が過ぎました。激突事業に加え、現在鶴田ダム再開発事業の工事も本格的に始まりました。仙台川の浸水被害の解消を目的に始まった激突事業、しかしハードによる事業は完了しても、続けなければいけないのがソフトの対策。ハードとソフト、この両輪が機能してこそ仙台川流域の生命と財産が守られる。多くの作物を育て、人々の憩いの場でもある仙台川。川は対立するものではありません。うまく付き合うことが大切です。長年水害に悩まされてきた仙台川流域の人々にとって、新たな治水の歴史が始まりました。